スクーターチューニングマニュアルストリート編。高橋桃子です。やっぱりデルマワークスマシーンは速いですね。今日は USR を使ってチューニングスクーターをレポートしています。桃子ちゃんがやってきたのは浜松にあるデートナワークスガレージ。デートナがメーカーや排気量問わず数多くの優れた機能パーツをリリースしているのはみんな知ってるよね。しかもその一部はワークスレーサーにも使用されてるってんだから性能は折り紙付き。デートナ直伝スクーターチューニングマニュアルじっくり見てくれ。今日はスクーターのチューニングを6段階に分けてやってみましょう。まず最初に吸気系のライトチューンから、駆動系のチューン、排気系のチューンで吸気系のハイチューンと、その後ビッグバーキット、エンデュランスアウターローターまで、やってみたいと思います。今回使用するパーツは全て保安基準適合品ですので、一般行動で十分安心して使用できます。ステップ1、吸気系のライトチューン。交換パーツはカーボンパワーリードバルブ、メインジェットセット、そしてパワーフィルター。まずはリードバルブの交換だ。右に持っているのがリードブロックから取り出した純正リードバルブ。次にカーボンパワーリードバルブをリードブロックに装着。カーボンリードバルブは軽量で弾力性能が良いため高回転での伸びが良くなるのだ。この時リードバルブを乗せるベース面に異物がないかよく確認。ゴミなどはパッキン性を悪くする原因になるからね。そして外した時と逆の手順で組む。次はメインジェットの交換。メインジェットを取り外す時はタブレターのフロート室内に溜まっているガソリンを抜くのを忘れないように。それとメインジェットやフロート室のホコリは絶対禁物。エンジンがかからなくなったりする原因になるから発見した時は丁寧に取り除こう。エアークリーナーを吸入抵抗が少ないパワーフィルターに交換して完了。手前に、高橋桃ちゃんが乗ってくれてるのが、先ほどチューニングしたマシンです。ここからゴールまで約 100m 少々ありますので、ここで、どれだけ差がつくか、したテストしたいと思います。吸気系のライトチューンはリードバルブ、パワーフィルターに交換することでスタートダッシュでこの差。ステップ2、駆動系のチューン。交換パーツはハイスピードプーリー。交換に必要な工具はバンドホルダー、クラッチコンプレッションツール、シザースホルダー。クラッチカバーを外したらバンドホルダーを使ってフェイスとプーリーを取り外す。プーリーを外すときは裏のウェイトローラーがバラバラにならないように注意しようね。それから純正のプーリーのグリスをキットのウェイトローラーの外周に少し塗る。これがポイント。キットのウェイトローラーには片側にストッパーがついているから、ストッパー側をプーリーの回転する方向の逆に向けて装着。プーリーを取り付けるときはウェイトローラーが不用意に向きなどを変えたりしないようにランププレートを指でしっかり押さえながらシャフトに装着。クラッチシューの交換はまずシザーズホルダーを使ってクラッチカバー、クラッチハウジングを外し、クラッチを取り出そう。クラッチのナットを外すときはクラッチコンプレッションツールを使ってセンタースプリングの飛び出しを防ごう。そしてクラッチシューを取り出す。キットのクラッチシューを装着したらクラッチベースに奥までしっかりはめ込もう。ベルトはクラッチにセットした状態で取り付けよう。機種によってはベルトの方向が指示されているものがあるから外す前によく確認しておこうね。駆動系のチューンはアクセルをオンにした時のピックアップが向上して最高速もぐーんと伸びるよ。
ステップ3、排気系のチューン。交換パーツはサインマックスチャンバー、そして CDI ユニット。左右の邪魔になるアンダーカウルやサイドカバーなどはあらかじめ外しておこう。これは簡単。サンドストッパーラバーはディオ SR の場合、サイレンサーの後ろ側に取り付ける。次にエキゾースガスケットを取り付け、チャンバーをシリンダーに装着。合わせて点火系チューン、CDI ユニットを取り替える。クラッチプーリーの中のウェイトローラーを3つに減らすと効果的なのだ。排気系のチューンは中高速の伸びがアップ。吸気系のチューンと合わせることが大事。ステップ4、吸気系のハイチューン。交換パーツはビッグキャブキット20杯。キャブレター本体、マニホールドを外し、キット付属のものに交換。ノーマルのリードブロックの間に挟んで、マニホールドを取り付ける。最初にノーマルのキャブレターからワイヤー、パイプ類を外す。その時、燃料パイプからガソリンが漏れないように。オイルホース、チョークワイヤー、アクセルワイヤー、チョークハーネス、この4点も外す。スロットルワイヤーを付属のものと交換。スロットルクリップ側のワイヤーを外しておこう。これでワイヤーがフレキシブルになって作業がやりやすくなるよ。オイルポンプのワイヤーと交換したスロットルワイヤーの取り付け。ワイヤーにスプリング、スロットルバルブをセット。スロットルバルブをキャブ本体に装着。向きがあるので要注意。キャブをマニホールドに取り付け、バンドでしっかり固定。燃料ホースとオイルホースをキャブレターに取り付ける。実際に走行してみて、吹け上がりが悪い時、メインジェットを交換してセッティング。ゴミなどをキャブレターが吸い込まないようにパワーフィルターを装着するといいよ。吸気系のハイチューンは排気系のチューンと合わせることで吸入量アップに効果絶大。ステップ5、ビッグボアキットの交換。交換パーツはビッグボア 63cc キット。シリンダーヘッドを締め付けているナットを外して、ヘッドとシリンダーを上に引き上げるように外す。外したらゴミが入らないように必ずウエスでピストンの周りを囲んでクランクケース側を塞いでおこう。ラジオペンチでサークリップを慎重に外す。ピストンピンを抜き取り、純正ピストンを外す。キットのピストンにリングを入れる。後の作業がしやすいように片側にサークリップを取り付けたら、2ストロークエンジンオイルをピストンピンとピン穴にしっかり塗っておこう。残ったサークリップを取り付けて、キットのピストンリングにもオイルを塗る。ビッグボアシリンダー内部にも忘れずオイルを塗ってベースガスケットを装着。リングの合い口がしっかりとリングのクピンに入っているか確認して、ピストンリングを押さえつけながらシリンダーをゆっくり差し込む。ヘッドガスケットを返してシリンダーヘッドを組み付け、純正ナットで締め付ける。この時トルクレンチで均等に締め込むのがコツ。
このキットを装着した場合、市役所などに排気量変更を届けよう。イエローナンバーで登録できる。小型免許持ってるかな。ビッグボアキットの交換で排気量はおよそ 20% アップ、トルクも増大。ステップ6、アウターローターの交換。交換パーツはエンデュランスアウターローターキット。エンデュランスアウターローターの交換は回転マスを減らすことでピックアップが良くなるんだ。さあ、これで君のマシンもカッコビマシンに変身。ライバルに差をつけようぜ。